こんばんは。東京つまみキッチンです。今日は、ささみを使って、おつまみを一品作っていこうかなと思います。いただきます。ちょっと連日の撮影でちょっと少しだけ増えちゃったんで、今日はこれで、うまい。昆布のいい香りが、で、お好みで梅肉だったりわさびを、そう、梅肉か。いただきます。
うまいよ。うまっ。めちゃくちゃうまいじゃん。すっごい昆布のいい香りと、しかも超ささみだから、すごいさっぱり食べられる。これはちょっとね、何枚でもいけちゃうね。無限ささみかもしれない。わさびも。わさびは間違い。ちょっとすいません。うまいぞ。ちょっとね、食べれなくないんですけど、これちょっとね、パリッと焼いたらおせんべいとして食べれますんで、ちょっと待ってください。うまっ。これは。よしと。最後まで。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、またです。ちょっと日本酒買ってくればよかったな。うまっ。